3号は、フランス、奥下にー地域圏、オートイコールガロンヌ圏のコミューン。3号は、ピレネー山脈の麓、歴史的なコマンジュ地方の中にある。トゥールーズの南南西約90キロメートル、タルブの約70キロメートルに位置する。町は、ガロンヌ川の右岸にある。3号は、トゥールーズタルカンをつなぐ、歴史的な道路である国道117号線途上の、町である。 現在町の北部を A64 が通る。また、トゥールーズ・スペイン間をつなぐ国道125号線の交差地点でもある。トゥールーズ・バイオンヌ路線の3号駅も提供している。町の西部では国道117号線と県道21号線がコマンジュ地方の幹線道路となっている。ローマ時代、トゥールーズとダクス間をつなぐローマ街道が現在の町の近く。 マンススという名の農村地域に通っていた。キリスト教伝来後、その名はマシュセインとピエールとなった。475年、町はキリスト教殉教者の墓を持っていた。西郷土族によって残守刑に所された都市若い少年、ゴーダンスである。キリスト教徒のコミュニティは彼の名前をとって形成された。教会や修道院は8世紀に建設され、 聖クロドゴンドの規則に従って宗教生活が営まれた。町が現在の名称となったのは9世紀である。殉教社合断ン崇拝が高まり、マサンピエール教会に彼の聖意物が保管されていたためだった。11世紀、宗教コミュニティに教会参事会の地位が与えられた。トゥールーズのサンイコールセル南大聖堂に触発され、 教会が再建されたのはこの時代で、三次会教会となった。1160年、西洋派歴騎士団の病院が創設された。関税の検証は、コマンジュ伯爵ベルナール4世によって1202年に住民に付与された。1212 12年と1226年には、シモン・ド・モンフォール4世の十字軍が、三号へやってきた。13世紀は、三号が、 商業の場となる時代だった。防衛設備の欠如を感じ、防御が確立された。元コマンジュ司教であるローマ教皇クレメンス七世は、1309年1月13日に町を訪問し、聖なる場所への巡礼者たちを勇気づけるため数多くの免罪符を与えながら、聖遺物の正当性を1月20日の教書にて承認した。14世紀と15世紀は深刻な戦争と、 経済危機によって特筆される。町は16世紀に防衛事業が完成したにも、かかわらず、その後引き起こされた宗教戦争で被害を受けた。1569年8月2日、モンゴムリ伯爵率いるユグノー軍が町を制圧した。町の公文書は焼かれ、教会と市場が略奪された。生意物の一部は近くの教会に避難して保存された。 フランス元帥、ジャック・コワイオン・ド・マティニョン軍が町に到着すると、直ちに町は、カトリックの町に戻った。三号は、アンリ四世時代の1607年、フランス王国に併合された。1661年8月30日、聖遺物は、三次会教会の元の場所に戻された。この日付は、町の守護聖人の日として、今日でも祝われている。 17世紀から18世紀半ば、三次会はフランス革命まで大きな存在だった。革命によって三次会は廃止され、三次会の記録はほとんどが破棄された。ジーン、マリエプ・アレイ、ファネティック・イーストリック・ジュ・フランセイ・ノーションズ・デ・ファネティック、ゲネロル・ペータース・ル・ボン・ラ・ニューブ、1994、P104。ありがとうございます。